なるほどなるほどなる。失敗は絶対プーマがいいですよ。プーマ入ったら上手くなります。いやこれは個人の感想です。いやこれはそれではですね、なほなほさん、はい、このバンスパと言われるですね、いろんな選手のスパイクをやっぱり見ていこうやないかと。今までね、そういえば引退したおじさんたちのスパイクしか見てなかったな。確か石川尚、佐藤久人、鈴木啓太、中田浩二、いや確かにおじさんたちのスパイクばっかりだったんで、現役の女子サッカー選手のちょっとスパイクを見せてもらっていいですかね。はい、はい、見せちゃいます。見せちゃってください。じゃーん。おーっと、これはプーマですね。はい、フューチャーです。フューチャー、はい、あープーマのフューチャー。これ裏はどんな感じになってるんですか。裏はこんな感じです。あ、ちょっと縦っぽいスタッドっていうことですね。そうですね。あ、丸ですね、丸。練習場は天然芝って感じですか。はい、天然芝です。いいですね、天然芝でやれるって。めちゃくちゃいいです。やっぱり怪我のリスクも少なくなりますし、うんうん、天然芝って毎日練習できるのもアメリカの利点だなと思ってます。アイナックの時は人工芝でした。人工芝です。はい、ハイブリッドです。あ、どうですか、その全然違います、やっぱ負担みたいなのは。私あんまりもともとそういうのわからないタイプなんですけどもそれでもやっぱり振り返って考えてみると、やっぱ天然芝ってやってる時の方が膝への負担とかも少ないのかなっていう感じはしますね。プーマとは今何年ぐらいのお付き合いですか。もうね、小学校からなんで野球役はしてないですね。ああそうですか。なぜならば、うちの父が幹事さんのが好きで、なるほど、プーマだって言って、やっぱそこか。で、私ゴンさんと誕生日一緒なんですよ。そうですか、9月23日。あ、よくご存知で。はい、年齢はちょっと言わ、年齢は言わないですけど。だから幹事さんがずっと好きで、うん、だから私背番号11も好きで、はいはいはい、小中高は11番、うん、ずっとこのアプリつけてて、うんうんうん、まあ、大学はちょっと投資番号の関係で違ったんですけど、なるほど、っていうのもあって、うん、まあ、ゴンさんもカタツさんもプーマじゃないですか。はいはい。で、まあ、今は9番つけてて、なるほど、まあ、ちょっとゴンさんエッセンスも入りつつ、なるほど、勝手なご縁を感じてます。へえ、どういう感じですか、そのフューチャーは。すごく履きやすくて、はい、もうここがちょっとゴムっぽくなってるので、もうそんなにきつく結ばなくても、うん、しっかり足にフィットして、で私この横が狭いんですよね、自分の足って。はい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 、はい、なんですけどこれはすごくフィットしてくれるので履きやすいなって思ってます。へえー、中はなんかあれですか。あ、中はインソール変えてるので、今インソール取ってる。これは結構皆さんそうですね、インソールを変えてる選手多いですね。何履いてもいいのか、中田浩二さんみたいな。そうなんですよ。いや、あいつはほんま、あんなやついんのかっていうぐらい。ちょっと信じられないですね。いや、あれね、同じサッカー選手としてあんま信じられないですよね。多分ワゴンセールで買ったスパイクでもパフォーマンスするんだろうなと。何でもええみたいな感じでね、あんだけ言えるのは。それはキックとかもすごくいい感じなんですか。蹴りやすいです。プーマのスパイクのおかげでキックいいっていうだけなんで、もうプーマのスパイク脱いちゃったらもう全然ダメです。これはプーマの人が喜ぶまくるな、これは。まさもってよ、本当に。もうスパイクは絶対プーマがいいですよ。それはもう今のちっちゃい女の子たちにも、ぜひプーマ履いた方がいいですよ。プーマ履いたら上手くなります。いやこれは個人の感想です。いやこれはすごいでも、いいですね。そう、昔女子は、うん、代表に行くと、うん、あの3本ラインのやつを履かなきゃいけなくて、絶対にだからワールドカップも3本ラインだったんですよ。ただそれがワールドカップ優勝した後に今変わって、うん、あのメーカーと契約してる選手は、うん、そのメーカーが履けるよってなって、代表でもプーマ履けるようになって。なるほど、すごく嬉しかったですね。名前は言わないんですね、3本ラインですね。あのプーマースイング。なるほどなるほど。
いや愛があるな。僕もねやっぱねカズさんに憧れてプロに入って99年から2018年までもうプーマで一筋で、今もですねこれこのねスニーカーもプーマですし、クラシックなやつが僕は好きなんで、でこのまあパンツもですね、これちょっと見えるかわかんないですけど、これプーマゴルフのやつなわけですよ。引退してもなおやっぱりこのお世話になってるし、すごくこうなんていうんですか、手厚いというかこうね温かくやってくれるじゃないですか。そうなんですよ、うん、あとコラボも結構いろんなとことコラボしてるから、はい、それとかも結構面白くてデザイン性も高いですし、うん、そういうとこが好きでずっと使ってます。やっぱでもそれぐらい愛してるわけですねそのスパイク。そうです、はい、うん、まあ若かりし頃はアラメヒコライト履いたり、うん、プレスト履いたり、はいはいはい、今そういうのがなくなってしまったので、うん、今はこれ履いてるっていう感じです。ああいいですね。やっぱりいいですねこのボール蹴ってる感がありますよ。その緑になってるじゃないですかそれが。そうね、そうなんですよ。ここにちょっとなんか芝がついちゃったりして、うん、落ちてるんですよ紐のところも。あーやっぱ右足で蹴ることが多いな。バレる。左はあんまり紐がちょっと綺麗もんな。あーもう左おもちゃなんであんまり使わないようにしてます。え今ポジションは、うん、あの中盤のどのあたり。そうですね、今チームでやってるのが守備の時は 4-4-2 の真ん中ダイヤモンドなんですけど、うん、そのダイヤモンドの左側、うん、攻撃の時は 3-5-2 っぽくて、うんうんうん、左のだからそのままワイドに行く感じですね。あ、じゃあちょっとやっぱりゴールからはちょっと遠いわけや攻撃の時は。そうですね、はい、でもまあいいボール配球できるようにこのスパイクと共に戦ってます。これやっぱねスパイクのところって結構みんなね興味あってみんな結構見るんですよ。確かに、うん、結構ねあこれ履いてるなっていうのはあるじゃないですかみんな。でもそれに対して熱く語ってくれるみたいなのがやっぱりメーカー側も嬉しいやろうし、その見てる側もやっぱ嬉しいんで、多分各選手本当にこだわりがあってそのメーカーのもの履いてると思いますし、うん、もう多分ファンの方はナゴといえばプーマって思ってくださってると思うので、うん、なるほど、このプーマ愛はこれからも貫いていきたいなって思ってます。やっぱ最高ですね、はい、これはちょっとぜひですね帰国をされた時には食事でも一緒にお願いします、はい、プーマのスパイク履いていきますね。いやいやスパイク履いて食事はせんでもいいけどいや本当にありがとうございました。ずっとこうなんかもうスパイクもこうなんか見せてもらってなんかもう本当にアピールです。アピールアピール。プーマさん今後も我らプーマ会よろしくお願いしますということですね。本当よろしくお願いします。まあでも川澄直美さんのスパイクはプーマのフューチャーということでありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっとまあもう2時間になっちゃいましたからまだ走れますよ。やっぱり基礎体力ありますねこれは。今日はありがとうございました。ありがとうございました。7